に見ようかなということで、国道160号線、私が時々走ってる国道ですね、この湯本立山シーサイドラインの方、この国道を目指して走っている。こうやって山の雰囲気っていうのを楽しみながらね、走っていきたいと思うんですけれども、まあ冬になってきましたね。休業してるタッパーが今度は全部落ちちゃって、本当にね、寂しい感じの山になっちゃいますけど、この辺りはまだ標高がね、200m、300m ぐらいなので、杉の木がね、こうやっていっぱい生えてるところなんですね。ですから、山自体の緑がね、全くなくなるというわけではないので、まあ、冬でもそれなり、なので、あと雪積もったりしますと、今度はね、あとクリスマスツリーみたいにね、杉の木にこう、雪が積もってね、これまたおしゃれな感じに見えちゃうので、冬場は冬でね、この杉の木があると今度は逆に、景色的にもね、いかにも雪国の冬らしい木に雪が積もったいい感じのね、風景を見ることができます、はい、今日はなるべくバイクを濡らしたくないので濡れた路面はよく切りましょう。はい、まあ、ゆっくり走るとこうやってね、景色も楽しみながら走れるということです。まだ
るとは顔に当たる風もだいぶ落ち着いてきましたよ。あ、通行止めじゃん。通行止めだからちょっと遠回りになりますけれども、トイレに到着できる時間遅くなっちゃうっていうのはあるんですけど、回路、こっちからの回路あるんで、ちょっと行ってみよう。なるほど、運転で元の県道18号の方に戻ってくる、そんな感じですね。こちらの、もう一度ですね、はい、もうじき、君北インターに出れるようなところのこの駅道になります。なるほど、こうなってる。漁師汁でもいいのかな、あるんですけど、500円、2ミリちょっとで500円だとか、漁師汁、あるんですけど、それでもね、ちょっと飲みようかな。コーヒーのものもね、ちょっとありきたりなんで、コーヒーはね、バイクの看板立ってますけど、敷地じゃないかな。美味しかった。